5曲を、うん、初めてサウンクルで撮りました。レコーディングがサウンクルでやって、めちゃくちゃ発音がいいんで、ごめんなさい、サウンクル、サウンドクルー、yeah. あ、サウンドクルーで、シンコトミが生んだ奇跡の歌姫、LALAMI ラナミです。おときたチューブ。この番組は北海道の音楽文化を共におテーマにお送りする番組です。本日のゲストはこの方です。葉緑体クラブのエミリオです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、エミリオさん、はい、一応聞いていいですか。なんですか。You は何しに日本へ。まあ楽しそうだなと思って。もともとどこから、どこの国から日本に来たの。もともとアメリカ のシカゴとインディアナ州で大学と実家があって、うん、知ってますか場所。インディアナ州。インディアナ州。いや、まあアメリカのどこにあるんでしょうね、うん、ど真ん中ぐらい。あ、ど真ん中ぐらいですか。あ、そうですか、はい、で、日本楽しそうだなと思って来たんですか。そうですね、最初留学してて、うん、留学で北西大学1年間留学してて、なるほど、はい、でそこから1回帰って卒業して、うん、また住みに来ました。日本に住んで何年ぐらいですか。今は10年目。あー、すごいですね。長いね。長いですね。ずっと札幌ですか。札幌が8年目。あ、そうですか。最初は旭川 の隣の東神楽町いう場所で英語の先生やっていて。そうなんですね。で、札幌8年目。そうです。これからは、これからも住みますか札幌。楽しいね。そう、楽しければいる。楽しければいる。そうですか。いつまでだろうね。今日はね、葉緑体クラブのドラムエミリオさんとして来てくれたんですけれども、他にもね、さまざまなバンドの、ね、サポートやってますよね。やってます。あげると、今ね、まあ、主に 3P.AB って書くんだけど、はい、3P をやっていて、うん、今それぐらいかな今は。あ、そうですか。なんかいろいろ見ますよ。だって確かね、いろんなバンドでサポートしたり、うん、演奏したりするんですけど、なんか今やね、札幌ナンバーワンなんて声も届いてますよ。え、誰の。僕の耳にエミリオが、俺のことが、そう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 、エミリオが一番うまいと札幌でね、ドラマの中で。あ、ドラムで。ドラムではびっくりするね。え、そうですか。そうね、なんか聞いたことありますよ僕。ナンバー3ぐらいかな。え、結構自信あるじゃん。結構自信あるね。まあ今日はね、葉緑体クラブのドラムとして来てくれました。葉緑体クラブ4月24日にミニアルバム脈打つものは思うのリリースとなりました。まずはリリースおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、もう、さあ、こちらの作品どのような作品に なりましたか。まあ、前回のリリースが2年前で、曲はちょっと作ったりしてて、次のアルバムまでにはある曲を全部出したいと思って、で、その5曲を、うん、初めてサウンクルーで撮りました。レコーディングがサウンクルーでやって、めちゃくちゃ発音がいいんで、ごめんなさい。サウンドクルー。サウンドクルー、yeah. あ、サウンドクルーでレコーディングをしたんですね。して、うんうんうん、でリリースしました。あ、そうなんですね。そのレコーディングっていうのはどういう形なんですか。みんながせーのでドン、うん、同時に演奏して、まあ、サウンドクルーなので、はい、ステージの、うん、上でドラムセットを使って、でギターとベースは、まあ、フロアでやったりして、ちょっと遠かったけど同じ部屋で同時に。そうですか、はい、そうなるとやっぱりライブ感というものも一緒に含まれる感じになりますよね。そうですね。実際ね、この CD はどこで購入することができますか。今はね、100枚限定のリリースプラス配信なので、物が欲しい人は100枚限定で、はい、うん、残ってる数字は今は思いつかないけど。そうですよね。だって4月24日にリリースになってるから、はい、だから CD として欲しければもう早く買わなきゃって感じですか。早くね、買わないと。え、どこで買えるんですかその CD。と、まあ、ライブとか、はい、ネットでホームページで買えるので、あ、まあ、ホームページチェックしてぜひ
と配信としても、ね、出ているので、まあ、曲は聴くことができます。ただ CD として欲しい方はぜひ葉緑体クラブのホームページをチェックしてください。さあ音北チューブ、本日のゲストは葉緑体クラブドラムエミリオさんにお越しいただいております。エミリオさんにとっての北海道といえば何でしょうか。コミュニティ。お、コミュニティ、はい、これはどういうことですか。コミュニティっていうカタカナで調べてきたんですけど、うん、あのカタカナしかなくてちょっと説明としては、あの同じ場所に住んでる人たち の、はい、あのグループ、同じ興味、同じ趣味の人を集めて、はい、あの応援、あ、一緒に応援するなんていう、うんうんうん、互いに応援しますみたいなの、はい、形の単語の意味なんだけど、はい、北海道はね、うん、特にあの田舎もあの町でもすごい大きい町、札幌はね、うんうん、大きくても小さい感じはします。で、アメリカから来て、まあ、シカゴとか住んでて、はい、シカゴの半分のサイズかな、札幌が。にしてもなんかその人の集まりとか、うん、あの友達のグループがすごい簡単に作れるので、うん、住みやすいということで、あのコミュニティがあることで、うん、あの心配なく、ね、何も心配することもないという場所なんだなと思って。北海道はコミュニティを作りやすい。そうですね、コミュニティが作りやすくて。そうなんですね。なんかこう人見知りな人が多いイメージがあるんですけど、日本人ってね。そうですよね、うん、それはだからエミリオさんがそういう風にいろいろ飛び越えていけるからこそじゃないですか。いや違うと思いますね。そうですか、もともとなんかもともとそうこういうコミュニティが、うん、まあ自分の経験としては、うん、あの英語の先生の友達が多いですので、はい、うん、その初めて日本に来て英語を教えますって言っても、すごいちっちゃいあの田舎にしても仲間を作りやすいし、という話よく聞くので。あ、そうですか。というと、まあ、北海道が珍しいかもしれないと思って。うん、東京とかの話を聞くとか、まあ、場所を言わない方がいいよね。嬉しいです。でも、でもそのね、うん、そう、コミュニティが作りやすい。あ、そうですか、はい、エミリアさんにとっての北海道といえばコミュニティでした。さあ、それでは最後に番組を見ている方にメッセージをお願いします。はい、あ、まあ、いろんなことがあると思いますが、音楽が幸せ見つけるためにあるので、自分の幸せを作るために作っているプラス、皆さんも幸せ見つけるように聴いてほしいので、ぜひぜひ新しいアルバムもチェックしてみてください。本日のゲストは葉緑体クラブドラムエミリオさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。並べた「あなたを遠く浮かべながら果てしないんだよ」
当たった。音きたチューブをご覧の皆さん、こんにちは。北海道札幌市北区、新琴音が生んだ奇跡の歌姫、 LALAMI ララミです。よろしくお願いします。私ララミはポップカルチャーというジャンルで歌を歌っているシンガーです。聴いた瞬間、どんな人でも曲のフレーズが覚えられて、一緒に体を動かして楽しむことができる、そんな楽しい曲ジャンルのことを指します。北海道のクリエイターと一緒にやっていくことにこだわり活動を続けてきまして、その歌を携えて引っ提げて全国を渡り歩き歌い歩くという活動を8年間続けてきました。今は音楽活動、生でみんなでこう対面で会うような音楽活動がしにくい世の中になってきてしまいました。そこでですね、私は今回ツアーを全部中止にしまして、配信ライブというものに力を入れて頑張っております。このような感じでパッと、どうでしょうか、ライトをお家の中で光らせて、そしてはっはー、このような感じで声にエコーをかけて、本当にライブさながらの声、歌をお届けする配信活動を今頑張っています。気になった方はぜひ私のツイッター LALAMI ララミにごアクセスいただきまして、今後のお部屋ライブの活動をぜひチェックしてみてください。そしてその前に、私が一体普段どんな歌を歌っているのかを皆さんに知っていただくための CD がですね、なんと今年の1月から全国発売いたしました。その名もパパパンというタイトルです。じゃじゃん。このパパパンという曲は、私の地元の札幌市北区新琴音の皆さんと一緒に作り上げた楽曲で、新琴音在住の月光グリーンの哲也さんが作曲、そして曲のタイトル案は新琴音住民の皆さんに案をもらってつけました。本当に地元ライクなハートフルな曲になりましたので、ぜひ、お手に取っていただければなと思います。今後のライブ情報ですが、私は先ほども申しましたように配信ライブという形式で今年1年を頑張っていこうと思っております。ぜひシャープお部屋ライブのハッシュタグでライブ情報を見つけてください。今何かと大変な世の中ですが、今頑張れば必ず皆さんとまたお会いできると信じています。今しかできない発信の仕方、今しかできない今だから考えられることをみんなで一緒に考えて、音楽の未来を消さないようにしていきましょう。皆さんにいつかライブ会場でお会いできることを楽しみにしています。そして配信にもお気軽に遊びに来てください。それでは以上、ララミでした。どうもありがとうございました。新琴音から全国へ、ララミと一緒にパパパン。当たった。続いては第一交渉からのお知らせです。 AI アシスタント、いつものカラオケで曲を入れたいとき、 OK ダム、ショートフィルムズの遠く遥か入れて。キーが低くて歌いづらいときはキー上げてダム。思ったことを声に出すだけ、 OK ダムでカラオケをもっと楽しもう。これからの新常識、 OK ダム。雑誌でもスマホでも雑誌でもスマホでも札幌で見つけよう。バイト探しは歩きた。みんな大好き、音きたのチャンネルを登録しようね。みんな大好き。この番組は第一交渉ライブダムアイの提供でお送りしました。